いくよ。はい。あれ。帰ってきた。はい。押し返した。押し返したね。止まなかった。はい。まあいいや。今回ですね、こちら、唐揚げくん、シーフードカレー味らしいです。チンシュフって書いてあるのかな。今回はね、唐揚げくんとカンコレってわかる？まま。わかりません。ね、艦隊、要は昔のね、戦艦ヤマトとかってわかる？名前しか知らない、うん。そういう戦隊も、はい、なんつうの、戦艦の、うん、ものを擬人化したアニメがあるんです、うん、それがカンコレって言って、うん、だから何のキャラか分かんないんだけど、うん、でカンコレの、うん、なんかこれを買うとこれがついてくる、ステッカーついてくるみたいなものらしいです。うん、うん、はいね、ちょっとこれ蓋取ってみようか。蓋取った方がこのカンコレの可愛いキャラクターが見れる。うん、パパ、うん、分かったけど。はい。ちょっと裏見せて、裏。キリンゴモナ紅茶各種クーポンって書いてある。へえ。クーポンもついてるみたいです。ね。ボゴティーの。でもちゃんとステッカーはね、唐揚げくんのステッカーのおまけのステッカーって書いてあります。唐揚げくんってか、あのアルファベットで、うん、ローマ字で書いてあります。書いてある。はい。はい、で、はい、パッケージこんなんです。うん、ね、全く一緒だけど。あ、一緒だね。一緒だね。一緒の子でした。はい、裏はこんなんです。うんうん。ね、で、水平さんの格好してます。唐揚げくんのキャラクターが。うん。ここで。うん。かわいいね。ね、シーフードだから。ね、多分艦隊コレクションの。艦隊って言ったら水平さんじゃん。あ、船って言ったらでしょ。はい、はいはい、そういうことね。そういうことです。そういうことね。水平さんっていうかこれ提督だな。提督だこれ。唐揚げくんかっこいいな、なんか書き方が。 C2 機関唐揚げくんシーフードカリーモードって書いてある。はい、うん、では食べていきましょう。はい、どんな味でしょう。よいしょ。普通のカレー、唐揚げくんだ見た目は。うんうん。あ、でもちょっとカレーなのかな。うん、うん、ちょっと待ってね、いただきます。あ、あ、カレーだ。うん。シーフードかな。うん。どうなんだろう。シーフードだもん。あ、何？イラスト入りの唐揚げくんが隠れているかも。そう。何だろう。見た感じない。ないね。ないです。パコには書いてなかったよ、はい、ないね、映ってないね、普通の唐揚げくんです、うん、だね、うん、ないね、うん、結構辛い。あ、でもほんのりシーフードだね、うん、味が。すごい肉の端っこの方についてますけど、衣に刺さってる。水に刺したから。うん。うん。もう美味しいよでもこれ。うん。美味しいね。ピリッとしてて美味しい。うん。うん。ちょっとあれかな、大人向けのカレーかもしれないね。スパイシーな。ね、うん。コシにとってはちょっと辛いかも。ちょっと辛いし怖い、ね、うん、お腹に。そうな。そうだね。うん。うん。カンコレ。
き。まあよかったらね、皆さんもねこれ買って食べてみてください。結構美味しかったです。カレーのピリ辛のあれもね強いしね、うん、うん、スパイス効いてるしね、うん、シーフードっぽい味も出てるしね、おすすめです、うんうん、よかったら皆さん食べてみてください。このステッカーも当たるみたいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ、また見てね。